はい、ちくわでーす。今回はコールオブザボイドというゲームをご紹介します。こちらのゲームは超人気スマホゲームのダダサバイバーのようなゲームになっていまして、めちゃめちゃね出てくる敵から逃げながら倒していき、経験値をね獲得してスキルアップをしていくというゲームとなっておりまして、でね、こちらのゲームは以前ご紹介したことがあるんですけれども、いまいちね稼ぎ方が分からなかったんですが、ライトペーパーなどもね公開されてゲームの調整が分かってきましたので、再度ご紹介できればと思います。はい、こちらがね、コールオブザボイドの公式ホームページになってまして、今のところはベータ版がプレイできるという感じみたいですね。で、App Store でも Google Play Store でもね、どちらでもプレイが可能です。で、こちらのゲームではジェネシスボイドハートというものがありまして、なんかね、こちらが NFT になってるみたいで、これはね、まだ出てきてないみたいですね。もうすぐですって書いてますので、でね、こちらから詳細が確認できますけれども、このジェネシスボイドハートは4種類のランクがあるということみたいで、レアからね、エピック、伝説、まあ、レジェンダリーか、崇高なっていうね、一番こう最高ランクのものまであります。でね、供給量も決まってまして、レアで4000、エピックで400、伝説で40で、崇高なで4と、なので、ね、世界で4つしかないこのね、ジェネシスボイドハートというものもあるみたいですね。でね、こちらを持っていると新たにね、ヒーローをアンロックできたりですとか、あとは戦闘でね助けてくれるペットなんかもロックの解除ができるということみたいです。でね、あとは先ほどご紹介しましたこのね、ボイドペッツというものがいまして、このボイドペッツはもうすでにね、オープンシーの方で取引がされているということみたいですね。で、こちらで、ボイドペッツを購入して、一緒にね、プレイができるという感じかな。こんな感じのね、いろんなこう種類がいます。あ、で、もしかしたらこのボイドペッツは一緒に戦ってくれるわけではなくて、こうね、落とした戦利品とかを集めてくれるというキャラクターなのかもしれませんね。ここに戦利品を集めるためにって書いてますんで、結構ね、敵をバンバン倒していくと、周りにね、バラ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 経験値とかが落ちますので、まあ、そういうね、経験値とかアイテムを集めてくれるキャラクターなのかもしれません。はい、こちらがね、ライトペーパーになってまして、こちらにね、書かれているように、コールオブザボイドはプレイヤーに実際の価値のある貴重なゲーム内アイテムを収集して、それをゲーム内外で取引、販売または使用をしてキャラクターをカスタマイズする機会を提供しますと書かれていますので、まあね、こうゲームをプレイしながら貴重な、ね、アイテムを収集して、それを、ね、マーケットプレイスで売買するといって稼ぐといった方法がありそうです。まあ、なので、ね、ゲームの流れとしてはまずは、ね、ゲームをプレイして、でね、ボイドトークンというものもありまして、そのボイドトークンというものを獲得したり、貴重な、ね、アイテムを獲得すると。で、ね、収集したアイテムを、ね、使ってキャラクターを強化して、またね、さらにプレイをしていくと。こういうループが発生するという感じですね。で、このね、先ほどご紹介しました、ボイドハートというものですけれども、こちらをね、持っていないとゲームをプレイできないという可能性がちょっとありまして、ゲームをね、進捗を保存するための鍵のようなものだとお考えくださいと。それがなければキャラクターを構築しレベルを進むために入れたハードワークにアクセスすることができませんって書いてまして、まあ、ちょっとね、日本語がおかしいんでいまいちね、わかりませんが、なんかね、このボイドハートがないとゲームをプレイし続けるために新しいものを入手する必要がありますみたいなことが書かれていますので、まあ、これがね、ないとゲームがプレイできないという可能性がありそうですが、まあ、今はね、ベータ版ですので、普通にね、プレイができましたね。あ、やっぱりね、あとボイドペッツは、ダメージアップとかね、こう、HP アップに貢献してくれたり、あとはね、ピックアップルートって書いてますので、戦利品をね、集めてくれるという役割があるみたいですね。まあね、それでは一度ね、プレイしてみたいと思います。はい、こちらがね、実際のプレイ画面になってまして、今ね、私は1日ぐらいね、プレイしまして、今ね、このキャラクターのレベルがね、8までいきました。でね、キャラクターはね、今のところ、ね、ロックされてるんですけども、これね、あともう2体いまして、
多分これはね、ステージを進むと多分こういうねキャラクターが解放されていくという感じみたいですね。とりあえず今ね、こいつしか使えないのでこいつを使っています。でね、こいつはなんかね、こうギアというものが下にありまして、これね、いろんなこう装備もね付けられます。でね、装備もレベルがありまして、これね、いろんなこうね、ゴールドとか、あとはね、こう装備をね、強化するためのアイテムをねゲットすることによって、レベルが上げられるという感じですね。でね、この装備にもレアリティによってね、ボーナスがありまして、どんどんね、レアリティのランクが上がってくると、いろんなね、ステータスの強化をしてくれるという感じみたいですね。で、私はね、今のところアンコモンの装備までゲットできました。で、今ね、アンコモンの装備で揃えていますね。で、あとは下のね、真ん中の方にステージがありまして、こちらでね、今私はステージ3までかな、行ってますね。で、これね、ステージをクリアしていくと、また新たにね、次のステージがアンロックされるという感じです。で、これね、ステージこれめちゃめちゃありまして、これ何ステージぐらいあるのかな、ほら、めちゃめちゃあるんですよ、ほら。まあ、多分ね、この辺になっちゃうとちょっとね、無課金では厳しいかもしれませんね。ほら、めちゃめちゃある。で、私はね、今のところ第3ステージまで行っています。じゃあ、ここ一回ね、プレイしてみます。こちらでプレイ。はい、でもね、戦闘が始まりまして、でね、このグリグリでね、操作をします。でね、自分のね、キャラクターのね、周りにこう、円がありまして、あの円の中にね、入ってくると、勝手にこんな感じで、ね、攻撃してくれます。で、今ね、私の攻撃力の2928ありまして、まあ、結構ね、強くなってきたんですけども、初めはね、100とかぐらいでしたね。でもね、キャラクターの、ね、レベルとかを上げたり、あとはね、装備とかをね、どんどん強くしていくとね、結構ね、攻撃力も上がりました。で、まずは逃げながら戦っていく。で、こういうね、経験値をね、集めていきますと、こんな感じでね、レベルが上がりまして、で、レベルが上がると、じゃあね、どのアビリティを覚えますかっていうところで、このね、ゴールドゲイン、これはね、もらえるゴールドが 10% アップ。で、メテオストライク、これはね、上から隕石が降ってきますね。で、あとはクリティカルチャンス。これはクリティカルのパーセントが 5% 増えると。じゃあ、このクリティカルにしようかな。じゃあ、このクリティカルで OK。で、また逃げながら経験値を獲得していく。で、またすぐレベルが上がりますので、じゃあ、このムーブメントしようかな。これね、足が速くないとね、逃げ切れないんで、足を速くして逃げ切る。で、経験値をまず獲得する。で、次はサークルバーストにしようかな。サークルバースト。ほら、これね、サークルバーストっていうものね、結構ね、四方八方に打ってくれます。でね、最初のうちは結構ね、レベルがどんどん上がっていきますので、じゃあ次は、アタックスピードも上げるか。アタックスピード。でね、まだ最初なんで、全然ね、敵いませんけども、これね、後半になるとめちゃめちゃ出てきますんで、かなり厳しくなってきます。で、私今ね、第3ステージをね、初めてプレイしてるんですけども、やっぱり結構ね、これ敵の HP が高くなってきましたね。なので、もうちょっとね、装備とかの、ね、レベルを上げたりとかね、キャラクターのレベルを上げていかないと、かなり厳しくなってくる。ほら、やばい。あ、で、ボス来た。ボスが来た。ほら、ボスの HP も高い。これ結構ね、第2ステージぐらいまで結構楽勝でクリアしたんですが、やっぱりね、ステージがね、1個上がるとかなり厳しくなってくる。で、経験値を貯める。お、ダメージアップ。ダメージアップを取る。ほら、めちゃめちゃ増えてきた。やべえ。いやー、でもまあこいつはなんとか倒せそうだ。こいつは倒せそうだけど、これね、1ステージのボスでこんだけ苦戦しちゃうと、ちょっとね、後半はかなり厳しいですね。これね、結構ね、自分が強くなってくると、敵をね、ワンサか倒せますんで、これなかなかこれ気持ちいいんですよね。やべやべやべ、めっちゃ来た、めっちゃ来た。とりあえずボスは倒しましたが、ボスを倒すとね、結構経験値がもらえるんですが、その経験値を取りに行けない。ちょっと待ってくれ。あの経験値、そうそう、あれあれ、あれが欲しい。あの経験値が欲しい。いや、取れねえ。ちょっと待って、取れない。一回じゃあこっちの方に引き寄せて、一回こっちの方に逃げながら、敵を集めていく。気持ち悪い。めちゃめちゃいるわ、本当に。ああ、また来た。やべやべやべ。いや、もうこいつと強すぎるな。で、結構ね、自分の防御力は高いので、敵のね、攻撃を食らってもね、まあ、なかなかね、HP は減りませんけども、やっぱりね、ボスのね、攻撃はかなり食らいますね。これね、ボスのね、攻撃は結構強いので、ほら、
食らうと結構 HP が減っちゃうんですよ。やべえ、あと1回食らって やられるな。あと1回食らってやられる。ボスが強い。さあ、なんとか倒してくれ、なんとか倒してくれ。あ、やられちゃった。はい、これで終わりです。で、これでね、リワードで、まあ、いろんなね、経験値とかを獲得すると。で、これでね、一回戦闘に出ると、これでレベルアップできますので、これじゃレベルアップ。で、あとはね、新しいギアとかをね、取ったかなっていうのを、まあ、確認すると。こういった感じですね。まあ、なので、結構ね、ゲームは単調ではあるんですけれども、レベルアップした時のね、スキルの配分によってもね、結構性能が違っちゃいますので、レベルアップした時のね、アビリティの振り方もね、結構重要になってきます。で、まだね、ベータ版ということで、下の方にあります、なんかね、このマーケットのマークのものですとか、あとはね、ランキングとかね、スケジュールはまだ解放されていないという感じかな。まあ、それともね、もしかしたらもっとね、ステージを進むにつれてアンロックしていくという感じなのかもしれません。さあ、今回なかなかいい感じですよ。もうね、一発がね、1万ぐらい与えてます。ほら。11,900 ですね。のダメージを与えてます。今回はかなりいい。結構やっぱりね、こうね、いい感じにスキルをね、上げられると、結構こんな感じ強くなるんですよね。今回は強い。はい、ということで、めちゃんこ出てくる敵をね、バッタバッタとなぎ倒していく、爽快感抜群のね、スマホゲーム、コール・オブ・ザ・ボイドをプレイしてきましたけれども、非常にね、面白いゲームですし、ダダサバイバーがね、好きな方は絶対好きなゲームになっていますし、Web3 ゲーム初心者の方でも気軽に楽しめるゲームですので、ぜひね、一度プレイしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。